出かけの予定はお早めに2024年10月の開運スポット情報。はい、毎月毎月ね、ここに行くと、ね、観光とか当初の目的以外に開運効果が見込めるぞという場所をお知らせするコーナーでございます。はい、で、その月になってから今月はって言ってもね、もう予定立てちゃったっていう方がいらっしゃるかもしれませんので、こういうふうに9月の後半になってきたらば、来月10月の良いところをお知らせするというコーナーでございます。はい、10月の開運スポットなんですけれども、場所というよりはですね、混雑してて、入り口で待たされる、まあ、行列ができていたりですね、待たされる場所があえて開運スポットだよと。まあね、いろんな人気店なんかで、はい、こう行列がバーってできてるとこあるじゃないですか。うん、ありますね。まあ、ああいうところ普通はね、待たされるのって嫌ですよね。うん、まあでもあえて、10月はですね、そういうところを、行っていただくと良いかと。なんか開運と思うと待つのも嫌じゃないかもしれないですね。そうですよね。はい、いろんなディズニーとかってほら、こうもう待つの当たり前、行列当たり前みたいな状態で、一応なんか飽きさせない工夫というか、こうね、蛇行させてこう進むとかありますけれども、まあ10月はもちろんね、お時間間に合わないようじゃ意味ないですけれども、時間に余裕がある方はできれば、まあ待たされる場所、行列のできている場所、こういうところに行っていただくといいかなと。別にそれが業種業態は問いません。はい、ね、有名ラーメン店でももちろん結構ですし、アトラクションでも結構ですし、いろんなものがあります。で、場所もですね、いつもは大して並んでないんだけども、例えば休日だとすごい混むみたいなとこあります。ありますね。だからそういう場合はあえて休日狙いというのがありますので、まあ、いろいろ工夫してね、行っていただくといいかなというふうに思います。はい、皆さんぜひね、開運のために行列並んでください。開運のために行列に並ぶっていうのもちょっとどうかなとは思うけれどもでもなんか普段並ばなければなんか発見もあっていいかもしれないですね。そうですね、並んだだけあるやんって思うかもしれないですし、やっぱり騙されたって思うその可能性もありますちょっと関西人は苦手ですけども頑張りたいと思います。はい、それでは先生、ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日。はい。